どうもです。の遊びチャンネルでちょっとねチャンネルやらせてもらったんですけども、本日から、おじきスタイルの方に改めさせていただこうかなと思ってます。おじきスタイルのおじきでございます。今日はね、僕は先日ちょっとねいろいろなキャンプイベントに参加させてもらった中でちょっとダブルデザインワークスさんの森岡さんに紹介していただきまして、東光ワークスさん岡田社長にお会いすることができて、そちらでねちょっと、フィールドテスターとして、ちょっといろんなねギアなりアイテムっていうのをフィールドテストさせていただこうかなと思って、今回こちらにいろいろ送っていただきました。岡田社長誠にありがとうございました。月下 LED ランタンスタンドになるみたいです。これもちょっと開封しましょう。よいしょ。お、こういうねランタンスタンドですね。これも社長ところはいろんな種類作ってるんですけども、真鍮にウォールナットこういった感じですね。真鍮の真ん中に、スタンドの台座があります。そしてこういった形、ランタンスタンドになります。ここにね挿したらこのような形になります。かっこいいですね。これも使わせてもらいます。あとね今回送ってきてもらったのが激萌えくんやったかな、焚き火台。今こちらに見えてますね。焚き火台 と、専用の袋で今ねちょっと組み立てて、ペレット用のやつを入れたんですけども、通常はこちらが付いてるみたいです。穴の大きい方でペレットは穴の小さいやつがついてますね。で標準の五徳が今3本しかないんですけど、よいしょ、4本ございます。このように4本ございます。でこれも別売のオプションになります。五徳です。そして別売の、テーブル、焚き火台でねやった時に何かね起きたい、横で何かしたい、ソロの時何かしたいという時に社長が開発したサイドテーブルでございます。でこれがねフィールドテスト、させていただくアイアングリルテーブルのインストールテーブルのこれは L サイズみたいですね。L サイズは高さ40センチと一般的なローテーブルサイズ、 S サイズはアルミコンテナ L サイズと同じ高さになるみたいです。これねこれブラックコーティングっていうんですかね、ブラックパウダーコートっていうんですかね、パウダーコートされてます。でねこれ、こういう風に足が出るんですけど、これがね、何やったかな、何につくんやったかな、これちょっとまだその辺はねちょっと岡田社長に聞いておきます。ブリッジになるんですよ、何かので。ブリッジになるんですけど、ブリッジだけで使うのがまあ言ったら煩わしいと。で社長が考えたのが足つけようじゃないかと。でこのように足がつきました。ちょっとね間に何て言うんですかね、ここだけなんで下にねこれ入れてしまうと、ここのねアイアンテーブルのここにいろいろ入れる方いますよね。フラットバーナーだけじゃなしに、まあタフマル入れたりとかタフマルジュニア入れたりとかいろいろ岡田社長も開発してるんですけど、その時にこの足で
ブリッジにしてしまうときに邪魔になるらしいんですよ。ここにあの補強を入れてしまうと、こう畳んだときにここにちょうど来ますよね。それで何かいろいろ干渉があるんで、今回はあの補強を入れてないみたいです。そして僕がよくね、あのパーフェクトグリルミニ、マウントスミさんですね、あれを使うのを社長が知ってくれていて、今回、マウントスミのパーフェクトグリルミニ用のアイアングリルテーブル仕様のワンプレートですね、こういったプレート送っていただきました。これも同じくテーブルと一緒で、ブラックパウダーコーティングされてます。こういった形です。他にもね、僕このあのマウントスミのこのプレートは他メーカーで使ってたんですけども、他メーカーのやつはこういうブラックコーティングされてません。でそれと、今回フィールドテストさせていただこうと思ってます。今日はねこういった形で、投稿ワークスさんの商品を、3点、焚き火と、まあ、4点になるのかな、焚き火と、サイドテーブルで、ランタンスタンドとアイアングリルテーブルのテーブルですね。これがね僕あれです、チェアで有名な何だったかな、ヘリノックスさん、ヘリノックスさんの横に高さ合わせて、作ってもらうような形で今回ちょっとお願いしたんですけど、これが40の高さかどうかちょっとまだわからないんですけども、一回ねまたヘリノックスの、テーブルと明日ちょっと合わせてみようかなと思います。これいいですよね。このマウントスミのねあれが横やったらなおさら僕は良かったんですけど、まあ、また社長に言うて、これがねブリッジで使うんやったらこの向きでいいと思うんですけど、僕は逆にこう置きたいんですよね。こういう風な形でテーブルに対して置きたいんで、社長にお願いしてみようかなと思ってます。こういった形で今日はね開封だけですけど、後ほどまたこの辺を使っていろいろレビューしていこうかなと思いますんで、その辺少しお待ちください。それではね、またチャンネル名がちょっと変更になっておじきスタイルっていう形になるんですけども、今後も皆様よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。